信長の野望。新生 PK。三好の岸和田城を甲状腺にて奪い取り周囲の勢力の吸収に勤しむ我らの将軍。そしてついにこの時がやってきた、ノップとの決別。怒り抑えがたし。そんなわけで PK の新キャラセッツさんが信玄と組んでノップと戦えと煽り決別。ノップと同盟解消して武田三好36ヶ月の同盟にチェンジ。あと仮想イベント光秀の決断も発生して、光秀が足利家の仲間になりました。光秀は優秀だからマジありがたいぜ。そして三方ヶ原で徳川に大勝利した信玄公、史実通り速攻を亡くなり。なあーむ。織田家との戦いはもはや避けられない、まずは外交関係を再確認。新たに同盟となった武田と親善して、いざという時のために援軍出せるようにしましょう。ノップが西に来たら東から勝頼に攻めてもらおうぜ。武田と同盟組んだせいか上杉家が不審になってる。まあ親善溜まってるからまだ同盟組める感じだ。近所の小西家はノップの従属。地味に邪魔。うんこまん荒木は残り同盟23ヶ月。防衛の時は呼べるかな？あ、赤松さん従属来た。名門豪族赤松家従属せり。まだ城結構残ってたけど、将軍の意向の前に三好も重蔵を置く。前回本城フルぼっこしたから力の差をわきまえたようだ。これで西側からの守りはかなり盤石かな？毛利の信用も100だし、西側から崩されることはなさそうだな。さあノップが即攻めてくるのはほぼ確定事項。ならばこちらから先に仕掛けるぞ。戦の時間だあ。坂本城で異風を起こして周辺の城を奪うぞ。三好甲状腺から一月経ってない、兵士と米が厳しいがやられる前にやるしかねえ。さすがに連戦に次ぐ連戦で米がすでにやばい。兵を減らして微調整するしかねえが、相手がノップだと心もとねえぜ。そして坂本城で織田軍と激闘を打つ。今なら兵力はほぼ互角、織田軍の五詰めが来る前に合戦で蹴散らせえ。ここでやらねば後は地獄ぞ。足利家の明日をかけた戦い、開戦。義明は高台を制圧し矢で敵を殲滅。藤高は高台下の要所を制圧し敵を食い止めよ。丘は藤高のバックアップよろ。島根は中央のコブポイントの制圧を頼む。これまさと孫一は要所を取りつつ右翼の防衛。我らの最強坊主剣女班はまっすぐ進み、要所を攻めつつ右翼防衛をなし明日。百波ー、皆の者突き進めー。ノップがなんぼのもんじゃ、幕府の意向を知らしめせー。あ、右翼側でノップが先陣切って要所攻めてる。無印版では大将は軒口守って動かないパターンが多かったけど、PK では積極的に攻めてくるのか。マジ強いノップの約1万はやばいぞ。孫一剣女班これまさでも厳しそうだ。島根が中央のコブの要所制圧、中央落ち着いたら右翼の援軍に行かせましょう。将軍義明が太田隆一を撃破。藤高を援護するぞ、撃て撃て撃て庭長秀をフルぼっこ、これで左翼は楽勝だぜ。兵数はこちらが優位になってきたけど右翼の猛攻がやばい。ここで壊滅的損害出したらこの戦に勝っても後がまずいんだよな。ああ、剣女はーん。ノップの猛攻に思わず右手を上げてごめんねのポーズ。ごめんね。せめて先方の混乱でノップ止めてから帰って欲しかった。火星で頑張ったんだから無理言ってやるなよ。ノップを止めなきゃこのまま軒口取られちゃうよ。そして追い打ち、信長の新生入りまーす。もうやめて、剣女班の HP はすでにゼロ。これが第6天魔王である。攻防158とか鬼畜すぎる。こりゃいかん、おかよ、地球の木口に向かい最終防衛に備えるのだ。右翼崩壊は時間の問題。だあ、これまさが堀宮と蒲生に強撃されてる。さらに北畑と物理も迫ってる。これまさじゃ荷が重いぜ。これまさ、命を捨てるな、の木口まで引け。藤高殿が庭長秀を撃退しました。ナイス藤高。戦況は一進一退。こらこれまさ、命令を聞け、下がれー。この命に変えてもこの要所は渡さーん。PK になってこういう命令虫増えた気がするぜ。
あ、コブ要所半兵衛に取られた。なかなか厳しい戦いになっちまってるぞ。こうなったら起死回生、軒口が落とされる前に落とす。敵の軒口に突っ込めえ。敵がこちらの軒口に兵を進めるなら、ガラ空きになった軒口を攻めるまでだぜ。右翼の軒口は島根、左翼は将軍義明、敵の軒口を強襲だー。そして奮戦虚しく命令無視のこれまさ撃沈。要所の耐久残ってるうちに逃げればいいのに無茶しやがって。軒口に迫り来るノップにこのイケメンが吠える。やたガラス。でもさすがに兵力差がありすぎるからあとどれだけ持つのやら。軒口防衛に向かわせてたおか、このままじゃ軒口で強撃されちゃうので左翼の軒口に移動。最悪左翼の軒口で最終防衛だ。しかしそうなる前に将軍義明が織田左翼の軒口を破壊。よし、織田軍が混乱した。島根、今のうちに軒口を破壊しろおお。敵混乱中に無事破壊成功。よっしゃーこれで敵は総崩れ、我らの勝利だー。結果はこんな感じの泥試合となりました。キルレート微妙だけどなんとか勝利。しかし政権を握らんとする織田に幕府が勝利したことで威風が吹き荒れる。おーおー、これはなかなかの威風中。思わず襟巻きトカゲおじさんもびっくり。でも結果は坂本城と観音寺城の二城ゲットとちょっと期待外れ。私としては坂本城の瀬山城金ヶ崎城の三つを取って越前方面に圧力かけたかったんだよね。まあ出力高い観音寺城取れただけでも良しとするしかねえな。今後の戦略練り直さなきゃ。だな。坂本城は光秀にあげたいけど、身分が足りないので枠のおじいちゃんをとりあえず入城。大阪夏の陣に御年81歳で甲冑の代わりに城あやきて、兜と槍のみ装備で徳川へ短期突撃して討ち死にした文武ともに優れた武将。でもステータスは控えめ。幕府は依然人手不足。とりあえず観音寺城は太田さんだけ軍に入れといて、いざという時は大将として出陣してもらいましょ。なお今城主になれる暇な人は一色さんだけ。一色さんは義明の一生側近させるつもりなので二条御所から出さないよ。身分高くともお城はあげない。うんこまん荒木が高屋城に進軍。襟巻きと影小西ピンチ。坂本城は取ったが織田の援軍はまだここを取り返そうとしてる。追い返すぞ。織田家約2万が我らの領地に出陣しました。合戦終わって数日で逆進行かよ。あばばばばー。こややべー。ビビる将軍、本拠地で甲状腺可能になる制度改新2のレベル1を導入。ノップに攻められる前にやっとけよ。忘れてた。おい。いくつか感情を渡せる状態になってたので、藤鷹に戦闘の感情をプレゼント。藤鷹の武力がしょっぱく1アップ。レベル2になればダメージ増加 10% とかもつくよ。なお、戦闘能力雑魚すぎる義明は、制圧を上げて軍の制圧速度上昇を目指します。部門の統領の征夷大将軍なのにほんと雑魚で草。織田家は兄弟、撤兵の交渉をするのも手かと。一応現状でも直接停戦交渉はできるみたい。直接交渉か、これも PK で追加されたやつっぽいな。まあ今のままじゃ城返せとか言ってくるだろうし、もうちょっと抗ってから考えるよ。さよか。ノップのやつ六角さんの伊賀上の城にも同時進行してる。合戦で敗北直後でもこれだからほんと強いぜ。そういえば威風によって現れた織田の城に出てる、車両通行止めみたいなアイコン。この同様アイコンが出てる限り、その城を攻めなければ出撃されることはないよ。でも逆に同様切れたら回復した兵で一気に攻められるから、それまでになんとかしないと。とりあえず奪還しに来てる坂本城の防衛に一色さんを召喚。頼むぜ従属国。そんで陽動ってことで、同盟毛利さんにも織田の乗せ山城を援軍で攻撃してもらいます。援軍頼むと言いつつ兵は出さないけど、謙信公とも同盟開始、行けそうだったら援軍で織田領に攻めてもらいましょ。とはいえ一中は武田に取られてるけど、武田領だと戦え。敵領奴の任、失敗いたしました。光秀になんかやらせてたんか？ちょっと前に光秀が愚心してきた2000円で一条敵兵全部消滅のヤバい跳躍。これエグすぎるだろ。自分がやられたら発狂者だけど、成功するところは見てみたかったよ。光秀の連が百院ならではの愚心か？狙って出せる愚心だったらかなり強いぞ。さて織田軍が多方向から攻めてきて頭が混乱しつつも、藤鷹と国衆のくつきで強撃して一部撃退。多方向から来られると将軍の合戦だけじゃ間に合わん。織田勢が琵琶湖を渡って二条五所を目指してる、牧島衆をぶつけ合戦じゃあ。坂本城で待機してた藤鷹も巻き込まれ改善。まずは突っ込んできた稲葉一徹を藤鷹と義明で挟んでフルボッコ。堀直政の足止めをさせてた牧島衆がそろそろ限界。国衆は根性ないから兵半分くらいになると帰っちゃうぜ。でも稲葉一徹爆散まで耐えてくれたから十分な働きであります。
さあ堀直政が迫ってくるぞ、藤高よ、回り込んで強撃だー。藤高が到着する前に将軍疲れちゃったから、牧島衆ちょびっと交代よろ。あ、牧島衆。すまぬ、すまぬ。今回も安定の国収穫し。おのれー、牧島の仇じゃー。怒り狂う征夷大将軍の猛攻で堀直政爆散討ち死に。仇取ったどー。まあ牧島はモブだから何度でも蘇るけどな。残りの一人の鬼現場こと佐久間守政は、藤高必殺の足止め。これ食らうとしばらく機動力が1になる模様。そして颯爽と軒口を破壊しに行く征夷大将軍。こうしてズル将軍が手柄ゲットして無事勝利を収めた。結構兵持ってかれちゃったけどなんとか勝利。では織田家に攻められる前に戦いを仕掛けたつもりが結局攻められて、なだれ込む織田勢に頭を抱えながら今回はここまで。面白かった。続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。藤高の死境臭い足止めの木口破壊などをしつつも、じりじりと戦力が削られている将軍家。このまま摩耗して敗北してしまうのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。